今月のフレッシュマンは株式会社春山商会にお勤めの男性をご紹介します。今日は、古城にあります現場までお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前、年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。山中翔太、20歳です。阿蘇市高寺に住んでいます。山中さんはこの前成人式を迎えられたそうで、おめでとうございます。ありがとうございます。このお仕事に疲れてもうどれぐらいが経つんですか？もう今年の4月でもう3年になります。そうなんですね。普段はこちら、今日は現場にお邪魔してますけれども、どんなお仕事をされているんですか？は主に測量だったり、重機のオペレーターなどをやっています。あの後ろにあるこれなんていう機械になるんですかね？はブルドーザーと言います。これもね、先ほど運転されてましたけれども、とても大きいですね。何トンぐらい？だいたい17トンとかそこら辺だと思います。じゃあこういったあの重機の免許とかももうすでに取られて？はい、取っています。じゃあこういった大型の重機をこう乗り回すというか、今日はですねその現場に来ているんですが、あのお仕事のまあやりがいとか楽しいところっていうのはどんなところがありますか？やっぱり仕事をしてて楽しいって思うことは、やっぱりあの自分が作ったものや、そういうものがだんだんこの先ずっと残っていくっていうのがやっぱりやりがいで、ずっとこの仕事を続けようと思っています。あの特に今日お邪魔している古城の現場はですね、あの水害の後の、遊水地の整備ということで、同じ地元としてですね、この工事に関してはどんな思いで取り組まれているんですか？は一刻も早く終わらせれるように、一生懸命頑張ろうと思っています。はい。ではちょっと個人的なところも聞かせていただきたいんですが、まだねこの間あの成人式を迎えたばかりなので、結婚願望とか薄いと思うんですが、ありますか？はありますね。何歳ぐらいまでに？あと 3,4 年後ぐらいには。はい。どんな方がタイプですか？やっぱ優しくて、明るい笑顔で自分のことを思ってくれる人がいいです。はい。じゃあそんな人と、阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？やっぱりバイクに乗せて大観望ぐらいに行きたいですね。趣味がねツーリングということなので、はい。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。はい。春山商会は土木部、運送部、採石場の3つの分野があって、いろんなことな経験ができます。それに土木部では、いろんな、構造物などを作ってこの先ずっと残っていくと思いますので、あのやりがいのある仕事だと思います。では最後にですね、私と一緒にこう、ピースサインをお願いしたいんですが、右手ピースで、フレッシュマンでお願いします。今回のフレッシュマンは株式会社春山商会にお勤めの山中さんをご紹介しました。それでは参ります。せーの、フレッシュマン。